皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではゼルダの伝説時のオカリナ実況プレイパート30やっていきたいと思います。前回に引き続きこの魂の神殿子供編の続きからやっていきます。早速フロの風で前回の場所まで戻りたいと思います。うわ超便利だこれ。 OK、 早速雲が飛んだ。あれで、スタルチュラの音も早速聞こえてきている。おっ、いた。今日ね、普段マイクを置いてる台をね、台っていうかテーブルをね、いつも以上に近づけてみてるんだけど、うるさくないかな、大丈夫かな。ブーメランが便利だね。おお、リザルポス、お久しぶり。古速な戦い方かもしれないけどね。へい。一番楽なんだもん。どうした？あら、もうちょっと上か。この辺？宝箱。2個。ゴルビーね。で、こっちが？オブチュー。はいはい、ボム宙をあそこにぶつけて吹っ飛ばせた。いってらっしゃい。気持ち悪い。うわー、悪い光よ。気持ち悪いよ。うわーわわわわわ、光もらって元気になってるからって調子乗ってんじゃねえよお前。安全確認です。OK、 もうね、ろうそくがあったらね、火をつけたくなるのはね、ろうそくでね、松明よ、火をつけたくなるのはね、ゼルダの伝説プレイヤーのお約束ですよ。はい、というわけでダンジョンマップ、早いとこコンパスも欲しい。何も入ってないのか。危ない。もう無駄、分かってんだって。もうさてさて、こっち側はあとやれることがないので上行っちゃいますか。あそこに雲いるけど取りに行けないね。今は仕方がない。こういうところね、疑っていかないと。あー、はい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 。
かっこいい。まだいる？いない。まあそこにね、あの気持ち悪い太陽のなんていうのこういうの日照センサー的なものがあるんでね、これにまた光を与えろということでしょう。横から見ても気持ち悪い。あ、そういうことか。キップ邪魔だな。閉じ込めて。確かにね、あんま調子乗るとね、すり抜けてくるからね、このくらいにしとこう。さてさて、それではシルバールピーを集めていきましょうか。最後でしょ。で、今度は久しぶりの出番、テクノボ行ってみよう。名前はあれだけどね、本当に役に立つ。どこだっけ。テクノボね、あの使うとすぐ折れちゃうんだけど、こんなんでもね、攻撃力は小霧の剣の2倍だからね。マスターソードと同じ攻撃力だからね。いい、いいと。集まってきたぞ。95匹、あと5匹。待ち構えてるよ先生。アタック。アイアンナック、大ダメージを与えるオムコンキに注意。隙を見つけて攻撃しましょう。あともらいます。最初油断して一発食らっちゃったけど、まあ楽勝ですね。どうしたリンク、久しぶりで驚いたか。お前には長い日々がこの世界ではなかったも当然、まことに不思議なことじゃね。二
2つの時代を行き来する少年のことをこのわしですら伝説だとばかり思っとったよ。リンクよ、お前はすっかり勇者の風格を身につけた。この先、お前への勇気に入られぬ全てのための未来がかかっておる。もうわしの出る幕ではないの。では最後のアドバイスじゃ。この神殿に救う二人の魔力を奴らを倒すには、二人の魔女、奴らを倒すにはその魔力を逆に利用することじゃ。ほほ。もう一度話を聞くかい？いいです。さてさて、多分このダンジョン内でまだ何匹かあって、あと取り逃してるかどこだろう、どっか取り逃してるかな。多分大丈夫だよね。とりあえず、銀のグローブを見つけた。装備すれば力があふれ、A でつかみ持ち上げられる。子供の腕にはブカブカだ。約束だからナボールに渡してあげよう。よっしゃ、あたいはどこへ連れて行きたい？畜生、話しやがれ。てめえらガノンドルフの一味だな。リンク、早く逃げろ。こいつら怪しげな魔法を。ナボールが、連れて行かれてしまった。さてさて、銀のグローブを入手しました。で、そこにハートがあってと。よいしょ。よし、じゃあとりあえず大人に戻ります。戻ります、大人になります。時の神殿は、おい、あ、やっぱり本当はこっちにね来る予定じゃなかったんだけど、あれーなんかあの黄金のスタルチャー取った数合わねえなー、残りのちょっと覚えてるスタルチャーでまだ取ってないとこと数合わねえなーと思ってたら、ここ取り逃してた、すいません。でここにねまたちょっと大人になってから用があるので、またカットを入れて大人になってここにもう一回行きまーす、すいません。はい、というわけでゾーラの泉に戻ってまいりました。いやー危ない危ない、どう考えてもね、あと残り魂の神殿、大人になってから取れるやつと、あの砂漠にいる残りで全部だと思ってたんだけど、数合わないなと思って。危なかった。でね、銀の腕を装備したことによってね、ほらーっと、ドンってね、黒い岩を持ち上げられるようになりました。で、ここをぶっ壊すと。お。でね、この隠し通路。確かね、こういうことじゃないかな。あ、いっぱいいんな。あいつだけは特別にこれで倒してやる。
かっこいい。銀のグローブね、結構来るの結構序盤だけど、銀のグローブが取れるこの終盤まで回収しに来られないからね。絶対ね、忘れる人多いよ。俺は別なことを忘れたけど。あれ、こいつも壁ぶたてたら落ちてくんのかな。防御関係ねー。やべ、くしゃみ出そう。はい、失礼しました。まだ花粉来てんのかな。よしよし、これで97匹。よし、ではいい加減魂の神殿攻略しろよと思うかもしれませんが、もう一箇所の回収要素ちょっと先にやっていきたいと思います。カット。